林霊祖、武蔵列船前伝の差し絵林霊祖、1076年生、1120年没、は、中国、北宋の同志。北宋第八代皇帝起草に取り入り、仏教弾圧事件を引き起こした、中心人物とされる。1114年頃皇帝に拝越し、その後建制を欲しいままにしたが、1119年に皇帝の信任を失い追放された。 創始、十462百462列伝、第221型技下十五輪霊祖の上、冒頭に、次のように記されている。林霊祖が、起草皇帝に取り入ったのは、皇帝自身が、道教神であり、さらに水古伝でおなじみの祭景や道館、側室なども、天の管理であるという説を説いたことによる。もう一つの林霊祖宣伝とされる道新宣伝 歴世新戦隊同津ツガン巻53は、情報量は多く林霊祖誕生の絆や彼が開封に乗り込む以前の自責が記述されているが、ジョトモツネが林霊祖を基礎工程に紹介したという自責は含まれていない。創氏には、この後に林霊祖が、御門前で、九段の説を述べ、基礎が浸水したという逸話が記されている。創氏 関462林霊祖の上の最後に記載される、林霊祖失脚の経緯は以下の逸話である。その後、林霊祖は没したが、そのつては文献によって異なる。歴世新選態同津図願の記述では座化したとされるが、同書にある辞世の章の文面から宮川久さは、座化したのは1120年8月15日と推定している。ありがとうございます。